さあ、それでは続きをやっていきましょう。すげえテンション、あその後ため息てって感じだね。いや、頑張ってやっていこうさあ、今回は組み立てですね。まあちまちまとやっていこうかなと思います。こんな感じですね。こうやってついて、あー、いいね、接着剤いいね。ん、なんかはまりが悪い気がするんだが、こんなものでござ、あー、いいね。自分のつき方が悪かったね。うん、こことここの位置があって、ここがね、今ちょっと生えてなかったからちょっとうんって思ったんだけど、 OK です。で、接着剤でティッと、ここもティッと、表からやらずにね、裏からやっていくといいんじゃないかなと思います。だからこの辺も、どこですか、これは。この辺か。この辺をティッと、この辺もティッとやってあげれば、まあこれでつくんじゃない。本当は表からやりたいんだけど、こんなんでいいかな。うん、多分いいと思う。よし、見て、かっこいい、かっこいいよ、いよいよ。んで、赤いパーツ、そう、これつけたかったんだ。これどんな感じだろうと思って、これを、あ、そこにつけて、なんかなんとなく隠れる感じになるんだ。これやりづら、こっちからこう向きでやった方がいいか。いやー、もういきなりどうでもいい話なんだけどさ、もう仕事の帰りが遅い、疲れた。こういうのもね、下からねやるとね、見えにくくなるんでね、下から接着しましょう。この裏のね、こういう見えにくくなるところとかにね、流し込みをやっていくと、ツーッとね入っててくれればいいかなと思います。仕事の帰りが遅くてさ、もう疲れた、ほんと。なんか毎度なんかいきなり忙しくて、まあいいんだけどね、まあその話もさしたけどさ、ちょっとね、たまになんか機械加工とかやってる時特に思うんだよね。ぼーっとしちゃってると、あ、俺何やってんのかなみたいなさ感じになる時がある。実はさ、昨日の夜さ、もう見て、こんな感じ、めちゃくちゃかっこいい。昨日の夜めちゃくちゃお腹痛くなって、ちょっと焦ったな。でもう吐き気がすごい上にお腹も痛くてみたいな感じになっちゃって、まあびっくりだったね。こんなに調子悪くなるかっていうぐらいまで調子悪くなっちゃってさ、まあいいんだけどね、とりあえずは良かったから。まあきつかった。だから結局何、そのさ、寝れなかったのよ。帰ってきた時間がもう夜中だったし、で、まあ数時間寝れるなとか思ったのに、もういきなりそんな風になっちゃったから、もう大変だった。気持ち悪いし、もうお腹も痛いし、なんか疲れてんのかなとかも思いながらさ、まあね、毎日遊ぶので忙しいからさ、それのせいかなと思いながら、たまには遊ばずに寝ろよという感じかな。やっぱりあれだね、ちゃんと休まないと。まあちょっと今週ね、休みがなかったっていうのもねあるんですけどね。だけどまあいいでしょう、とりあえず大丈夫だったから。まあ何って眠い感じ、こんな感じでいいの？スイッチだけ塗るみたいな感じになってるな。下手くそ。まあ、やるだけやっておこう。こんな感じでいいや。実物見てないもん。外側しか。外はまじまじと見たけど、中顔までよう考えたのに、中まで見れなかったんだ、ちゃんと。皆さんちゃんと寝なきゃダメだよ。結局だからさ、本当2時間は寝て、2時間ぐらいしか寝れんかったのか結局。寝うーとか言って、トイレに行って、でまた帰って部屋に戻って、でベッドで横になったけど、なんか気持ち悪いよとか思って、うん、あ、寝そうだなって時、あ、またなんかちょっとお腹痛いみたいなさ、そんな感じを繰り返しちゃってさ、最悪だったわ。
でも朝もすげえ眠いけど、まあ、仕事行かなきゃとか思ってね、仕事忙しいからさ、ちょっとやらないといけないこともあったからさ、仕事行くかとか思って仕事行って、で帰ってきて、今また帰ってきたのが超遅い時間、今この撮影してる時間、今もうすぐ1時か。さっきやっともう帰ってきてすぐご飯食べてみたいな感じだった今。みんなのね、気をつけた方がいいっすよ、ほんとね。割と今どうなんだろうね、年度末超えてさ、割と間があるっていう人も多いんじゃないのかな。珍しいよ、こんだけさ、いきなり年明け、ね、年度末を超えて早々に忙しいとかね、あんまりないそういうの普段ね。こんな感じか。ここはちょっとネトッとした接着剤でくっつけたいところかな。ネトッとした接着剤、こちらですね。こうしてこうやってつけるから、この辺につけてあげればいいような気がする。ベチョーベチョーベチョー、多分この辺でくっつく感じがする。一応ね、さっき塗ったところはね、触らないように気をつけながらね。うわ、なんかこの匂いきついな、久しぶりに嗅いだよ、この匂い。あんまり使わないじゃないですか、もうこっちに慣れてきちゃうと、流し込みにね。普通のセメントの匂いって最近嗅いでなかったから結構強力に感じる。なんかでもプラモデルやってるぜ感はするけどね、なんか匂いでやってるぜ感がするというか、なんだろうね、すごい個人的な話なんだけどさ、昔を思い出す匂いがする、この匂いってね。昔ってやっぱり接着剤ってこれしかなかったじゃない。そういったところもあって、なんかね、懐かしさを感じるこの匂い。まあ良くも悪くもだけど、なんか懐かしい感。匂いを嗅いで懐かしいとかって、そういうのって結構あったりするよね。これ Z のマークをデカール貼らないといけないんだけど、ここにつけてからでも貼れるから、そうするか。そうしよう、ちょっとくっつけて後でデカールを貼りたい。流し込み、よし、これでいいかな。うん、いいでしょう、できてきた、かっこいい。よく見るとさ、ここ見て、塗り忘れ、もう最悪、ここで気づいてしまった。これちょっと後でタッチアップしとこう。やらかしたぜ。で、今日どっちかって言ったらメインがね、自分の中ではこの扉なんだよね。扉、これすごい楽しみにしてたんだ、どんな感じになるかなっていう。扉なのにさ、ね、他のメーカーさんとかさ、そういうのだったりするとさ、割とパーツね、まあ、最悪の場合1枚ってよしっていう感じがあるんだけど、これの場合だとなんかいっぱいパーツがあるからさ、きっとなんかすごくいい感じに仕上がるんじゃないかしらというところです。こういうちっちゃいパーツ、あと、もう一個なくしたと思っちゃった、こんなちっちゃい。で、まずはここにこれをつけるんだけど、向きがこっち向きでこうか、でこうやってつける。あ、入った、綺麗に入った、いい感じ。これでも接着剤入れにくい、こっちから入れよう、ピッと。あとさっき言ったように、下からちょっとこうね、組み立てた時に下からは見えづらくなるんで、こんな感じで流し込んでおけばいいんじゃないかな。反対側も同じようにやっていこう。よし、下からちょっとで、ちょっとこの裏の辺の見えにくくなりそうなところからも、ちょっとニッとつけて、そしたら
とこの赤いこれこういうのが気になってたんですよ。こういうのこれじゃないな、こっちだな。これをこっちの扉で言うとここにこうつけると、おお、なるほど、あここですね、案内があった、ちゃんとここにこうをつけ、ああ綺麗に入った、いいね、なんかスポッと入ったな、けど位置を流し込みでちゃんとね流し込んでつけておこう。まあそれぐらいでいいか。なんか手がケバケバして、もう手がさカサカサすぎてさ、もうって思ったら今完全に猫の毛だった。あんにゃろうどもめ、俺に猫の毛をつけやがって、全くあいつらは可愛いでいかんわ。よっと、よし、 OK で、下のところもですね、ここのこっちか、ここか、こんな風になってんだ、見て、すごい、ずっと、いい感じ、いい感じだな、かっこいいな、やっぱこうなんだろう、たくさんのパーツでできてると、ディテールがすごく細かく感じていいね。自分だけなのかもしれないけどさ、お腹すくと頭痛くならない？血糖値が下がるのからかな。そんなガンガンになってもひどいっていうようなあれじゃないけどさ、頭痛くなるんだよね。これさ、ここにデカール貼れってあるんだけどさ、今貼る？後で貼る？どうしようね。こう見てのこっちで言うとこうか、この状態でここにデカールを貼る、うーん、でここもデカール貼る、うーん、狙いがしやすいからこの貼ってからやるか、あ、じゃあくっつけてから貼るか、このね具合が。だけど並べるのを拭き取るのとか難しそうだな。こっちの方が拭き取るの楽だもんな、やっぱ。そうしよう、時間は OK、 まだある。であとここのね、よし、じゃあデカール貼っていきますか。なんかコメントいただいて、ヘッドライトのなんかねデカール貼るのが難しいみたいなことを言われてたんで、ちょっとそれ気になるんだけどね。まあゆくゆくやることになるから、それまで楽しみにしておこう。あったデカール、どこやっちゃったと思った。でさっきのまずはハンドルの Z マークをつけていくよというと25番ですね。25番、あったコメントで教えていただいた件なんだけど、ホイールじゃない、ね、キャリパーの部分にさ、今のやつはZとしか書いてないんだね。今ねこのキットだと日産って書いてるんだけど、すげえ詳しいよね。ちょっとその知識にびっくりだわ。いつもいろいろ教えてくださるんですけどね、コメントで、ありがとうございます。絶対いつもコメントくれるから嬉しいんです、ありがとうございます。逆にくれなかった時心配しちゃうなんかあったのかな大丈夫かな、そういうのあるんですよ。必ず23個もね結構たくさんくれたりとか、非常に嬉しいです。嬉しいけど本当もうなかった時に心配になる、なかったかな、大丈夫かなって。A の場合は50ですね。50を貼れ、これか、なるほど。あ、指切るとこだった、爪切ったちょっとだけ、ふう、焦ったぜ、爪があってよかった。しかし指が切ったねえな、こいつ本当に申し訳ない、指が切ったねえす。これ洗ったんだよちゃんと。これでもね、軍手してできないんですよ。軍手とかこう手袋して M4 のネジとかをやってたんで、 M4 のネジね、なんとなく
やっと触ったことがある方はね分かると思うんですけど、 M4 ってすごい小さいの。だからそれをさ、あまだ早い、セッター塗るの忘れてた。それをねやっぱりこうちま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 こうやっていくのにさ、軍手とかさ、ああいう作業用手袋みたいなのしてると邪魔くさくてさ、1個2個ぐらいやるだったら別に我慢してやっちゃうんだけどさ、もう何個もやってるともうめんどくせえとか思って、はい Z のマーク、あーいいね、かっこいいね、いいじゃない。一応説明書通り作ればこんな感じになりますよという感じですね。タッチアップはしないといけなくなってしまいましたが、ちょっと軟化剤つけてやろうか、少し気に入らない、ビチャッとちょっとつけすぎだけど、なんか気に入らない部分っていうのが余白の部分だからまあいいでしょう。あ、ずれた、おおおお、あ飛んでった、こんな感じ。あカメラ映ってる、あこの辺映ってるね、 これならいいでしょ。 OKOK、ね、この白くなってるの気になるね、ほらこれ見えちゃう、嫌だわ、多分室内に寝ちゃう、分かんないんですけどね、うん、あの暗ぼったくなるからさ、暗ぼったいとか言わんし、こう向きのこう、あ違う違う違う、こっちじゃない、これのこう見てのここにつけるんだから、ここにちょんとやって向きがあるから向きを間違えないようにして、こうか、こんな感じ、いいね。で反対側、反対側が51番、頭痛くなってきた、眠たいんだな、早く風呂入ろう、風呂入ってちょっとニャンズたちと遊んで寝よう、かまってあげないとかわいそうだからね、家帰るとご飯よこせご飯よこせ飯だ飯っつって言ってくるから、でちょんとやってもう剥がれるから、まだちょっと早いか、ちょっと気が早かったか、早く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 、あまだダメか、もういいじゃんもういいじゃん、もう剥がれようよ、あんまりやってるとビリって破れるからね、こういうの気をつけないといけないんだけど、よいしょ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 、まだ早いか、よいしょよいしょよいしょ、うん、頑固だな、あー取れた、取れてきた取れてきた、ピリペッタ、よぐる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 ペタと、いい感じ、よし、時間は、まあ、いい時間になってきちゃったね。でこれをさっき、うわ危ねえ、水こぼすとこだった、ここにこうして、これを接着すると、 OK、 ああいいね、いい感じだね、なるほどね、さすがタミヤだな、すげえこう愛もバッチし、缶のべきでございますよ、いいですよ、いよいよ、はい完璧、完全な完璧、素晴らしい、
で最後スピーカーをつけてよしだね。そうすればもう扉のコーナーは終わると。ああよし、これ貼ったら今日終わりにしよう。結構このキットね、やっぱりタミヤっていうのもあってさ、作りやすさがあるんで、ね、結構作ってらっしゃる方いっぱいいらっしゃるんじゃないかな。まあそういった方のね参考になればな、なんつって思います。あやべ、扉まだあるじゃん。31、これも貼れってなってんじゃん。昔さ、こういう ここが光るやつあるじゃない。視聴者さんが名前教えてくれたけど忘れちゃったよ。これこのね、この光るやつ、これね憧れたね。扉のここが光るやつ、やっぱこの高級車は結構光るやつが多かったんだよね。名前教えてくれたけど忘れちゃったよ。もうそう、憧れた、なんか憧れた、あ高級車だなっていう感じがしてね、憧れてて。安い車にはついてなくてさ、そういうのが。今の俺の車にもついてない気がする。逆に今なくなってきてんだよね、だいぶこういうここが光るやつとかね。ここではなくて下を照らすみたいなね、降りた時のさ、ウェルカムライトっていうとまた違うのかもしれないけど、そういうような感じのね、夜とかさ、乗り降りするところの足元がね光ったりだとかね、そういうのが増えてきてるから、あれかっこいいなと思ってさ、あれ買ったの、ユニットを、ずいぶん昔に。んだけどさ、使わなかった。結局使わなかったというか、なんか付け方がいまいちわからなかった。よいしょよいしょよいしょ。でこれさ、あれなんだよね、確か車によってはさ、光るものもあればただの反射板っていうところに車もあったみたいだね。それもなんかコメントで教えてもらったんですけど、え反射板ってとか思って、まあ扉開けた時にね、こうさ後ろの方から車が来た時に見えるようにっていうやつだろうね、アピールねなるからさ、扉開いてますよみたいな反射板があればね、わかりやすいじゃないですか、扉が開いてるっていうのは。意外と重要なものですね。でこっち側軟化剤をこうやってまたねたっぷりとつけておいてあげて、でちょっと放置と、でその間にこっち側をやってあげるよと。よっこいせ、軟化剤で、その間にまた今度こっち。ああ、ちょっと足りなかったかな。ほい、ほい、ほい、ほい。よっ。ああ、いいね。いいけど、いいか。ここだけだな。こっちはちょっともうちょっと綺麗にくっつけてほしいな。実は今こうやって並べてんだけど、接着剤と軟化剤とセッターと一緒に、これね気をつけないと意識してなくてさ、瓶の形がよく似てるから、ピッて取ったのがたまたま軟化剤じゃなくて接着剤だったとかいうね、一回だけやった、すげえショックだった。マジかって思った、やらかしたわって。話しておいておけばよかったって。これなんかくっつきが悪いな。なんだろうな。馴染みが悪い。もっと潰れてくれよ。よっ、こいしょっと。なんかしにくいな。たまたまなんか悪いのかな。なんかしない。しないわけじゃないけど、なんかしにくい。まあいいか。で、これも綺麗についた。OK。こいつも。やっぱりちょっとなんかしづらいな。
ほいほいほい。珍しくタミヤのデカルテ硬いと感じたな。しかもこんなちっちゃいもので。ゴーリキさんを使うほどでもないんだけどな。よし、OK。できた。こんなもんで許して。よし、できた。よし、今回こんな感じでございます。ではね、次回はね、合体させていこうかなと思います。ちょっと気になったりしたらね、ここ、とりあえず赤いのタッチアップしとくかな。まあでも今日はこんな感じでございます。いかがでしょうか。よし、いいね。なんか黒と赤締まるね。いいね、かっこいいね。やっぱりここのね、スエード調はいいね。やってよかった。足元もね、何気にちょっとこうね、何気にね、こういいね。よし、ということでね、またね、どんどん進めていこうかなと思いますのでね、見ていただけたらと思います。ということで今日はこの辺で、ではまた。